アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和6年9月28日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2024中四国アメリカンフットボール選手権2次トーナメントの一戦、広島大学ラクーンズ対島根大学ウォリアーズの一戦が間もなく行われようとしています。試合開始14時キックオフ予定となっております。先ほどの1試合目が大きく遅れておりましたため、両チームはウォームアップを終えまして間もなく試合開始という状況に備えている格好になっております。両チームともサイドラインに備えまして、その試合開始の時を待っている状況になっています。簡単にチームのご紹介をさせていただきます。まず手前側に陣取っておりますが、本日 B ブロック1位通過して堂々の形で決勝トーナメント進出を果たしました広島大学ラクーンズです。1977年創部、そして常に中四国の名士たる素晴らしい戦いを披露しておりました。しかし近年は山口大学に躍進になりまして、2年その不順を舐めている格好になっています。今季こそはという形で戦力充実整えまして、1位通過してこの決勝トーナメントで進んでまいりました。さあ果たして悲願の優勝なるでしょうか。そのような形で現在その試合に先控えております広島大学になっております。それに対する格好で相対しますのが参院の雄であります島根大学ウォリアーズです。1982年創部、そして2016年17年は連覇を果たしましたチームでもあります。参院にありまして、この中四国の中でも一つ個性ある形で戦っておりますこのチーム、今季こそ復活と源という形でこの決勝トーナメント進んでまいりました。さあ果たしてこの参院参陽対決となりましたこの一戦はどちらが制しまして決勝戦に進む形になるでしょうか。まもなく試合開始の時を控えております。審判団フィールドに入りまして、これより試合開始の時を告げます。審判団両チーム首脳陣招き入れまして、これよりコイントスに入ります。令和6年9月28日、場所は広島広域公園第2球技場にて、2024中四国学生アメリカンフットボール選手権2次トーナメントの一戦、広島大学ラクーンズ対島根大学ウォリアーズの一戦がまもなく行われます。試合開始予定通り14時キックオフ予定となっています。これより両チーム首脳陣によりますコイントスが行われます。手前側に陣取っていますのが、本日はホームチームとしてカラーブラックユニフォームをまとっております広島大学ラクーンズ、奥側に陣取りますのが島根大学ウォリアーズです。現在の中四国の状況を簡単にご紹介させていただきます。今年は全ての全校6校が並立した形のリーグ戦で行われました。そのリーグ戦の結果としまして、勝利しました1位2位のチームが今回トーナメントで戦っております。これに勝利しましたチームが次の決勝トーナメントに決勝戦に進みまして、その勝者が甲子園ボールの出場権の切符を手にします。その初戦に勝しました山口大学が先に進出を決めました。この試合に広島大学、島根大学勝利しました。もし広島大学が勝利しましたらこのカードになり、島根大学が勝利しましたらこの広島山口島根山口大の一戦となります。その対戦相手を決める一戦となります。試合が間もなく行われる格好になります。
試合は1クォーター12分を正式で行われます。まず試合は広島大学のキックオフで始まる形となりました。さあ両チーム左右に散りまして、これより試合開始となります。キックオフを務めますのは広島大学73番の、川上です。高橋高校出身の4回生が務めます。さあ島根大学もリターナーを2枚配置いたしました。番号の確認難しいところですが、10番と11番も布陣させている模様です。10番は村田です。11番はちょっと後ほど確認させていただきます。自陣30ヤードを確保し、この位置からの島根大攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回、4回で10ヤード前進し攻撃権更新を継続するか、その過程で相手陣地に奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずは島根大学自陣30ヤードからのファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必須だったり10ヤード、まずパスから入りました。オフェンスが開始点から後方より一度だけできる前パスを敢行し、一気に攻撃前進図りましたが、しかしこのパス通らずパス不成功。前パスが失敗しますとボールは元の位置に戻され次の攻撃という形に変わります。従いまして島根大前進なくセカンドダウン点に状況変わります。攻撃権更新必要距離変わらず10ヤードです。今度はランをフェイクにし右奥に展開した36番にパスを投じまして、そこからキャッチアンドランを図らんと戦術を組みました島根大。しかしそれを広島大学ディフェンス見事に対応し、逆に2ヤード押し返すロスを奪う形に成功しました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。結果的に島根大学は 2ヤード下がりまして、サードダウン12の状況になります。さあ3回目の攻撃、これで12ヤード突破図れるでしょうか。島根大学の攻撃継続です。さあパスは通った模様です。非常に厳しい状況を見事にワイドレシーバー3番キャッチしました。失礼しました、パス不成功の判定となりました。パス不成功の判定でフォースダウンに変わります。非常に際どいプレーでした。右スプリントアウトからクォーターバックパスを投じまして、3番キャッチしたかに見えましたが、わずかにそのボール地面についていた模様です。パス不成功の判定となりましてフォースダウン、4回目の攻撃に変わります。さあこの最後の攻撃権で島根大はフォーメーションを変え、パントフォーメーションを取りました。さあ非常に圧力あるプレッシャーを島根広島大にかけたことによりパンターが動揺しボールを攻撃しました。しかし取り返しなんとか蹴り込むことにはなりましたが、自陣脱走部には至らず、島根大学陣33ヤード付近での攻守交代となります。結果的に広島大学は相手陣33ヤードの絶好の位置からの攻撃を得ました。この位置から広島大の攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権でそのボールの位置によって攻守を奪い合う形の攻守、切り分かれた競技になっています。さあ今度は広島大学相手陣33ヤードからの攻撃、ファーストダウン10。中央へのプレーを投入、
まずはランニングバックに託しました。ハンドオフから密集点に突入させまして、ランプレーにより1番約6ヤードのゲインと耐えています。まず最初確実に前進しましたのは広島大学1番の吉村でした。恵那高校出身の4回生です。広島大学相手陣27ヤードからセカンドダウン4。中央をつけます。同じくキャリアは1番、しかしこれは島根大学もディフェンスフロント踏ん張りまして、このランによるゲインを2ヤード程度にとどめております。しかしオフェンスラインマン黒の津波が右に押し寄せるような素晴らしいブロックを披露しています。これになんとか島根大学を食らいつきまして、このプレーは阻止しました。サーダウンに変わっております。広島大学サーダウン2、3回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要、距離2ヤード。押し返した、ナイスディフェンス。ここでランプレーによる突破を図り、キャリア1番にボールを託しましたが、島根大ここはフロントを押し返しました。キャリア突入させるに足らず、逆に3ヤード押し返しフォースダウンに変えます。ここは島根大55番、15番が素晴らしい対応をいたしました。15番は松村、55番は伊藤。さあフォースダウンですが、プレーします。フォースダウンギャンブル、この1回で5ヤード突破を図ります。パス不成功。ここで広島大は攻撃継続を図り、あえてここでギャンブルしました。しかしそのパスは失敗、結果的に4回目のプレー失敗となるので、テイクオーバー攻守変わりまして、広島島根大学に攻撃変わります。広島大ここで好調なラン、そしてパワフルな攻撃で一気に得点狙わんと攻撃継続を図る、ギャンブルを敢行しましたが、これは島根大阻止した。さあ島根大自陣29ヤードから攻撃を得ます。ここから島根大ファーストダウン10。左オープンつかせます、つかせます。10番そこからディフェンス見まして、縦に切れ上がり約3ヤードのゲインに変えています。まず最初のランプレーをゲインに変えましたのは10番の村田でした。新田高校出身の3回生です。島根大学セカンドダウン7、ボールオンは自陣31ヤード。クォーターバック右に返した。これは広島大学がディフェンス見せます。クォーターバックなんとか迂回しパスを投じようとしましたが、しかしこれをディフェンス猛追しまして、3ヤードロスに変えています。島根大サーダウン11の状況に変わっています。さあ攻守非常に逼迫した凄まじい攻防ですが、これを突破できるでしょうか。島根大サーダウン11の状況、中なんとかフットワークで相手を振り切り、パスを投じんと構えましたが、その姿勢作らせないうちに広島大学ディフェンス陣殺到しました。キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めまして、フォースダウンに変えます。島根大学フォースダウンロングの状況をパントフォーメーションに変えます。Let's see it.
このパントおしまいがリターンを避ける低い弾道で蹴り返しました。これが構想しまして広島大学陣26ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。ここでウォーターブレイクに入ります。これにより広島大学アメリカンフットボールは審判団の事前の協議によりまして、その日の当日の天候の状況を鑑み、クォーターの半分でタイムアウトを入れることがございます。本日はまだ残暑の名残ある状況で、熱中症対策としてクォーターの半分でレフリータイムアウトは取られる模様です。さあ、しかしその序章目まぐるしい攻防になっています。双方ともにその力量をいかんなく発揮するその出だしとなっているというふうに表現させていただきたいと思います。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開です。攻撃権変わりまして広島大の攻撃になります。広島大学ファーストダウン10、さあまず中央へとのプレー、まずはやはり1番にボールを託しました。密集点突入を図りましたが、しかしこれは島根大押し返しております。1ヤードロスを奪ってセカンドダウンに変えています。広島大学セカンドダウン12、先ほどは好調なランを展開しておりましたが、今度は島根がディフェンス押し返しにかかっております。パス成功、パスだ。ここでパスプレー決まりました。クォーターバック7番右スプリントアウトから奥に走り込んだワイドレシーバー16番にパス。16番低い弾道、見事にこれを競り合いながらキャッチしまして攻撃権更新です。広島大学ファースト。パスを投じましたのはクォーターバック7番の丸山、新田西雲高校出身3回生、取りました16番は太田、立命館森山高校出身の4回生です。太田はその名門立命館森山のアメリカンフットボールの接種です。さあ中央行った、ここで再び中央のランプレーを展開します。この期待に応えましてキャリア0番、見事に終点突破し約7ヤードから8ヤードのゲインを獲得しております。キャリアは0番の大島が務めました。静岡聖光学園出身の1回生です。失礼しました、キャリアは1番でした、申し訳ございません。1番の吉村でした。江田高校出身の4回生です。さあ再び長江のプレー、同じく1番の吉村に託しました。密集点突入しましてゲインはしていますが、しかしサードダウンに変わります。島根大学も1ヤードの攻防にこだわる素晴らしいディフェンスを見せています。広島大学サーダウンエンチ、さあ中央いたクォーターバックスイーク。さあ判定どうでしょう、審判団のコールを待ちます。攻撃権更新です。広島大ファースター、この距離をクォーターバック自らが中央に突入するクォーターバックスニークで攻撃権更新としました。広島大学攻撃権更新し1回目のファースターになっています。さあハーフウェイ近くまで進みました広島大、自陣49ヤードからファースターオンテン、ここでホイッスル。ここで広島大学が前半1回目のタイムアウトを行使します。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まず広島大、ここで一旦状況を立て直すために作戦タイムを取ります。
さあまずここで仕切り直すような形で、広島大学がタイムアウトを取り策を講じ直した格好になっています。どのようなプレーをここから行使していくでしょうか。ボールオンは事前49ヤードから広島大学ファーストアウト。ここは島根大学がナイスディフェンス。しかしイエローフラッグ、反則が発生した模様です。ここでランニーバックを31番に変えまして左オープンをつかせましたが、ここで反則が発生していた模様です。審判団がフィードに黄色いウエストを落としますと反則発生を意味します。果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、背後からの不正なブロックです。相手の選手を後ろからヒットしました。ボールを持っているチームは相手選手を背後からヒットしてはいけません。この反則により10ヤード抜体となります。従いまして広島大ファーストダウン20の状況で試合再開となります。さあ下がりましたが広島大の攻撃は継続をしています。攻撃のしかし更新条件は20ヤードと変わっています。広島大学自陣40ヤードからファーストダウン20。なんとこの距離ワンプレーで取り返しました。右に展開していた16番にヒッチパス、これを取って16番ブロックを生かしてその右オープンを疾走、一気に相手ディフェンスをまくり上げてそのまま攻撃権更新果たしました。広島大学ファースト、素晴らしいキャッチアンドラン披露しましたが16番の太田でした。立命館森山高校出身の4回生。さあ広島大相手陣28ヤードからのファーストアンテ、今度は島根大ナイスです。今度は左サイドにいるレシーバー0番にパスを取らせそこからキャッチアンドランを図りました。しかしそこですかさず島根大学のディフェンス陣がタックルしましてこのプレーを阻止しております。ゲイン3ヤードにとどめましてセカンドダウンに変えます。広島大学セカンドダウン3。これをディフェンス見せた。今度は左サイドにオプションプレー展開し突破図りました。ランニングにしかしピッチした瞬間島根大15番が見事にタックルしましてこのランを阻止しスターダウンに変えます。素晴らしい対応しましたのは島根大学15番の松村でした。倉吉東高校出身の4回生です。さあ広島大サーダン12の状況になっています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして広島大学0点島根大学0点双方無得点のまま攻守方向を変えましてこれより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し第1、第2クォーターを前半第3、第4クォーターと称します。
第1と第2、第3と第4の切り替わりでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずその序章となる第1クォーターは双方とも攻守逼迫する状況ながら、互いにその得点を奪わせない素晴らしい攻防で両者無得点のまま終えております。さあこの均衡を果たして突破するのはどちらのチームとなるでしょうか。これよりその向きを変えまして第2クォーターに移ります。果たしてこの均衡を破るのはどちらになるでしょうか。これより第2クォーターに入ります。広島大学サーダントゥエルブの状況で試合再開。さあパスいった、インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバックになる番号、奥に走り込んだ0番にパス、一気に攻撃権更新、ロングパスによるタッチアウトになりましたが、それを取ったのは島根第3番、インターセプトにより攻守交代、ターンオーバー。攻撃権変わりまして島根第2に変わります。見事インターセプト者は島根大学3番の天野でした。三木高校出身の2回生。さあ攻撃権を取り返しまして島根大学自陣5ヤード付近からですが攻撃を開始します。島根大学ファーストアウト、インターセプト、タッチアウト。なんと最初の得点を挙げたのはディフェンスだ。ここで島根がパスによって得点を狙いました。しかしそれをディフェンスラインマンがすかさずインターセプト。そのまま無人の荒野を一気に駆け上がりエンドゾーンに走り込んでタッチダウン。広島大学インターセプトリターンタッチダウンで先制のタッチダウンを挙げております。そしてトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、広島大学7点、島根大学0点。まず広島大学はインターセプトリターンタッチダウンで得点を得る形に成功いたしました。素晴らしいディフェンス、インターセプトリターンタッチダウンを決めましたのはディフェンスラインの選手でした。見事インターセプトリターンタッチダウンを決めたのは73番の川上でした。高橋高校出身の4回生、大仕事を決めました。そしてそのタッチダウンを挙げた川上のキックオフで試合再開となります。アメリカンフットボールはラグビーと違い得点を挙げた側のキックオフで試合が再開いたします。従いまして必然的に失点をした側が次の攻撃を得やすい形になっています。さあ島根大学に入る2周点突破を図りまして自陣33ヤード付近からの攻撃を得ます。さあ思わぬ形で先制点を許す形になりました島根です大ですが、なんとかこの攻撃シーズン得点に結びつけ状況を再びイーブンに戻したいと考えていると思います。島根大学ファーストダウン10、
ツルランプ、キャリア10番にハンドオフしました。10番オフェンサイドブロックを作りましたホールを見事に駆け抜け、一気に右オープンに展開、一発で攻撃権更新果たしました島根大学ファースター。最初にまず反撃のノースとなる素晴らしいラン決めたは10番の村田でした。新田高校出身の3回生です。島根大学相手陣49ヤードからファーストアンテ、ここでプレー大技を決めたリアースプレー、一旦バックスに立ちて左奥に展開してからその逆を突く展開でレシーバーに発射しました。これが見事構想しまして再び攻撃権更新です。島根大学ファーストアンテ、ここで一気に見せてきました。ここで託されましたのは3番の天野でした。三木高校出身、さあ島田反撃に入ります。ボールオン相手陣36ヤードからのファーストアンテ、さあ密集点へのワンプレー10番に託しました。しかしここは広島大のディフェンス陣フロント踏ん張りまして、ゲインは3ヤードに留めております。島根大学セカンドダウン7、シフトしましてタイムプレーにしました。相手のタイミングをずらすように10番に突入させまして約3ヤードゲインを奪っています。この絶妙のタイミングを変えたラインによって効果的に 前進を果たしました島根大。ここでホイッスルになっています。ここで島根大が後半2回目のタイムアウトを失礼しました、後半1回目のタイムアウトを行使します。ここへ来て島根大学さまざまな策を講じてきました。タイミングを変える、そして相手の裏を突く大技を決めるなど非常に高難織り交ぜた攻め方でタッチダウンを狙いにかかっております。現在その島根大が前半1回目のタイムアウトを行使しています。チャット欄メッセージありがとうございます。アーサー70番いい選手、頑張ってくださいのメッセージ、そして早期05293島根大学頑張れ、双方の大学に対する応援メッセージありがとうございます。さあこのタイムアウトでどのような策を行使するか、姉妹大サードン3、ここでクォーターバック自らランでいった、さまざまなシフトモーションを駆使しました。相手の動揺を誘いながら、しかしタイミングが崩れました。クォーターバックなんとかそれを前進に変えましたが、しかしフォースダウンとなります。島根大この対策、広島大太さんとさまざまな準備をしてきたものと思われます。ここでホイッスル、ここで2回目のタイムアウトを島根大取ります。さあ島根大はここを勝負どころとしたか、2つのタイムアウトを行使しました。戦前の予想では広島大学ここまで圧勝を重ねておりまして、この試合も広島大が有利であろうというのが下馬評でした。これはおそらく島根大学もそうだというふうに感じていたということでしょう。これをなんとか抗わんとさまざまな策を用意してきたことがうかがえる現在の攻め方になっています。さあ島根大学このタイムアウトを生かせるでしょうか。フォースダウン2の状況、
さあフォーメーションを組みまして、フォースタンジャンプに入ります。島根大一気にエンドゾーン狙うポストを投じました。攻撃権更新でなく、ここで勝負をかけに行きましたが、しかしこれは広島大阻止しまして、4回目の攻撃失敗、攻守変わりましてテイクオーバー、攻撃権は広島大に変わります。非常にトリッキーな体型を取りまして、相手のカバーを崩すような形でそのフォースダウンギャンブル行使しましたが、これは広島大見事対応しました。攻守変わりまして広島大自陣28ヤードからの攻撃、ファーストアンテ。パスアンテ、前が行ける、一気に行った、パスアン、ここで広島大パスが一戦中央を一気に上がりました。97番これをキャッチ、一気に独走、そのままエンドゾーンまで相手振り切りました、タッチダウン広島大学。97番の素晴らしいパフォーマンスでタッチダウン重ねております。97番安永、素晴らしいプレーでした。松山南高校出身に回生です。そしてこのトライフォーも見事決まりまして、1点追加、広島大学14点、島根大学0点とその差広がる形になっています。97番素晴らしいキャッチアンドランパフォーマンスでした、広島根大学3番も素晴らしいパシュートでなんとか仕留めんとしましたが、ギリギリこれを振り切りまして見事タッチダウン成立となっています。水様メッセージありがとうございます。広島大学応援していますのメッセージありがとうございます。そのメッセージに応えるかのような素晴らしいタッチダウンパフォーマンスでした。その得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ島根大ターンに入る、さあ今日ついて右オープン展開を図りましたが、これは広島大のカバーします。しかし自陣35ヤードを確保し、この位置から島根大の攻撃に変わります。島根大学自陣35ヤードからファーストアウト、さあパスは通りました、しかしナイスディフェンス。まず左に展開したレシーバー3番にパスを投じましたが、これはしかし広島第一番素晴らしいタックルをしまして、ゲインは失礼しました、このパス不成功しましてセカンドダウンに変えております。プレッシャーかけましたが1番の吉村でした、恵那高校出身。ファースト、ここで島根大パスプレーで見事攻撃権更新果たしております。球威を非常に難しい中、密集点に入り込みレシーバーの前に入って見事パスキャッチしまして、島根大学見事攻撃権更新果たしました。島根大学ファースト、さあ前進しました、島根大自陣46ヤードからのファーストアンテ。
10番クイックドローから中央突破し一気に中央疾走し攻撃権更新、相手タックルを弾き飛ばす素晴らしいランで攻撃権更新になりました。締めたいパスだ。そのラン果たしましたのは10番の村田でした。新田高校出身3回生。島根大学相手陣41ヤードからファーストアンテ、さあ再び10番のランプ、ハンドオフオプションからランニングバックに託しました。10番その期待に応え左方向に展開、相手のディフェンス村上の中約8ヤードゲインを果たしています。この状況で地上戦を村田見事に果たしておりますが、イエローフラッグが飛んでいます。反則発生の模様です。オフェンスに反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則しました時点から10ヤード抜体を受ける形になります。従いまして反則した地点から下がる格好になりますので、ファーストダウン16で試合再開となります。島根大学ファーストダウン16、パス成功。クォーターバックをここで右に展開した3番にパス、ディフェンスのタックルの中で3番見事にキャッチしまして約8ヤードのゲインとしています。タフなキャッチを決めましたのは島根大学の3番の天野でした。壱岐高校出身です。島根大学セカンドダウン7、ここでトラブルがありました。ランニバックにトスをして右左オープン展開を図りましたがタイミング合わずボールをファンブル、幸い味方を抑えましたが、しかし大きく後退する形になりましてサードダウンとなっています。ここでウォーターブレイクに入ります。非常に巧みな攻撃を展開する島根大ですが、先ほどはどうやら焦りがあった模様です。このあたりそれだけの動揺とそしてプレッシャーを与えている広島大学の凄まじい圧力も感じます。しかし果敢に挑む島根大学、現在得点を上げんと攻め立てている状況でウォーターブレイクに入っています。さあウォーターブレイクときまして試合再開、島根大学サーダン14、さあここでフェイクを入れての中央のランプ、密集点突破をランニング枠に託しましたが、しかし広島大譲りません。フォースダウンに変わります。島根大フォースダウン12、パンプフォーメーションを取ります。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックという形になります。パントがタッチバックとなった場合は相手チームに攻撃譲渡成立し、相手チームは自陣20ヤードからの攻撃と変わります。島根大非常に果敢な攻撃を展開しましたが、広島大これをしのぎまして攻撃権を奪い取る形になっております。
さあ攻撃権変わりまして広島ラインを攻撃、ボールオン自陣20ヤードからファーストアウト、パス不成功、パス不成功の判定です。まずパスから入りました、右に展開した82番にパスを投じましたが、しかしディフェンスカバーありましてパス不成功、セカンドダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られます。先ほどのパスターゲットは92番の選手でした。92番の広瀬がターゲットでした。試合再開です。広島大学セカンドダウン10、ボールオン自陣20ヤードです。更新しました。広島大キャリアは1番ハンドオフから右オフタックル付近につきまして見事攻撃権更新です。オフェンスラインナイスブロック、ナイスランでファーストです。見事攻撃権更新しましたのは1番の吉村です。恵那高校出身4回生チェーンキャプテンです。広島大学自陣35ヤードからファーストアンテ、同じくキャリア1番タックル受けながらセカンドへ放投で約7ヤードのゲインを果たしています。ここは吉村好調なランをどうやら展開し始めているようです。広島大学セカンドダウン3、ボールオン自陣42ヤード、攻撃権更新ファースト。ここで左に展開した81番にパスを投じました、スリップしましたが81番、これを見事にキャッチ、着地した視線で攻撃権更新になっていますので広島大学ファーストダウンとなっています。厳しい状況を見事キャッチしたのは81番の松岡でした。松山中央高校出身3回生です。広島大学ファーストダウン10、ボールオン自陣46ヤード。パス不成功。今度は81番奥に走らせロングパスを投じました。ディフェンスが前に上がっていると判断しその奥を突きましたが、しかしパスがオーバースロー。パス不成功でセカンドダウンに変わります。広島大学しかし攻撃継続です。ボールオン自陣46ヤードからセカンドダウン10、
ます。国内ランキング1番が攻撃権更新果たしました。ハンドオフから左オフタックル付近突破しました。広島大学ファースト。ここはエースの吉村に託しまして攻撃権更新になっております。エナ高校出身4回生。ここで2ミッツウォーニングに入ります。今季よりカレッジルール NCAA ルールに大きな変革がありました。これまではプロリーグでしか採用されませんでした。前後半残り2分での2ミッツウォーニングが今季より採用となっております。アメリカンフットボールは得点を奪い合う得点を奪う競技でありますが、しかし時間を奪う戦いを含まれています。この残り2分の攻防、時間をかけた勝負にも注目ください。さあ2ミニッツウォーニング解けまして試合再開となります。残り2分の攻防です。前半残り2分をかけた戦いになります。広島大学相手陣44ヤードからのファーストダウンテ、1番にボールを持たせ中央突破を図ります。しかしここで島根大も中央をのめり込みまして、ゲインは5ヤード程度にとどめています。しかし飛び越えるような素晴らしい力強いランを吉村が披露しています。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。広島大セカンドダウンファイブ、ここでパスが通りまして攻撃権更新です。クォーターバック7番から21番にパスが通り攻撃権更新し、広島大学ファースト。チェーンがセットされると時計は再び回り始めます。見事にパスキャッチしましたのは広島大学21番の湯気、佐賀西高校出身3回生です。キャリア1番2周点飛び込み、オフェンスラインマンの力を使いまして約7ヤードのゲインとなっていますが、ここでホイッスル。広島大ここで前半2回目のタイムアウトを使います。さあ前半残り時間は51秒となっています。この時間のうちに得点をしなければ現在のポジショニングは全てリセットになります。広島大としては何としてもこの残り時間の間にエンドゾーンに到達したいところでしょう。逆に豊島大はこの時間を何とかしのぎたいところでもあります。さあ残り51秒の攻防です。広島大学セカンドダウンファイブ、インターセプト、ターンオーバー。ここで島根大学を見せました。一気にタッチダウン狙うパスを投じました広島大。しかしそれを見事競り合いましてインターセプトしましたのは島根大学3番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権変わりまして島根大学に移ります。見事なインターセプトを決めましたが島根大学3番の天野でした。三木高校出身の2回生です。
さあ島根大学非常に厳しい位置ですが攻撃を得ます。ボールは自陣3ヤードから島根大学ファーストアウト。まず中央へのランプレーを選択しました。フルバックにボールを託したが中央密集点に突入しまして前進を図っております。ゲインは1ヤードから2ヤード程度となっています。陣地が厳しいためここをなんとか回復せんと確実なプレーを展開する模様です。島根大学セカンドダウン8。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして広島大学ラクーンズ14点、島根大学ウォリアーズ0点、広島大学が2タッチダウンリードする形で前半戦終了となっております。しかし大変見応えある一戦となっております。ここまで圧勝を続けていた広島大学に対し島根大さまざまな策を講じまして非常に緊迫した一戦となっております。得点はまず、2タッチダウンの差となっておりますがそれでは感じないほど非常に拮抗した一戦となっています。さあ審判団フィードに戻りましてまもなく後半戦再開の時を迎えようとしております。前半を終えまして広島大学が14点、島根大学0点という形で現在の試合推移しております。この試合に勝利しました方が次に行われます優勝決定戦に進む形になります。そして敗れたチームはここで今シーズン終了となります。文字通りオールアナッシングとなる一戦、2次トーナメント一戦となっております。先ほどから X リーグで作成されましたご紹介の動画を流させていただきました。この X2X3 リーグウエストは同時にこの YouTube にあります共同配信企画も実施しております。この企画にご賛同いただきました多くの企業様そして個人の方々のご寄付ご記者によりまして私の配信等も実現しております。これらのご厚情に大変感謝申し上げている所存であります。その寄付によりまして私もこうやって地方のチームの地方のアメリカンフットボールを皆様にご覧いただく機会を作ることがなんとか可能になっております。この企画は現在も募集しております。この配信にあります説明概要欄にも申し込み欄があります。もしご賛同くださいます方々おられましたらぜひご協力よろしくお願い申し上げます。さあ両チーム選手フィールドに入りましてこれより後半戦再開となります。後半戦は島根大学のキックオフで再開する格好になります。キックオフしますのは島根大学3番の天野です。三木高校出身のプレイヤーがキックオフいたします。さあ対します広島大学はリターナーを1枚配置いたしました。31番が入っております。31番は辻村、虎姫高校出身の2回生がリターナーに入っております。さあ31番リターン、中央切れがありまして自陣43ヤード付近を確保しこの位置から広島大の攻撃となります。チャットのメッセージありがとうございます。 TK 様メッセージありがとうございます。カッタカ様広島69番頑張れ。広島の69番を見ますと岩下という選手ですね。玉名高校出身の4回生が、配置しています。チームとしては野台部にありますラインマンを務めています。さあその69番にも注目しましょう。広島大学ファーストアウト、ボールオンは自陣43ヤード。
オプションプレーから入りました。第2枠1番にピッチしまして右オープン展開を図りましたが、これは島根大もディフェンス対応しまして、このランを2ヤードロスに変えております。タックルしましたが15番の選手だった模様です。15番の松村の、タックルでした。倉吉東高校出身のプレイヤーです。広島大学セカンドラウンド、パス成功、ファースター、今度はパスプレーに入りました。クォーターバック7番プレッシャー君の下がりまして、ポケットからワイドレシーバー16番にパス、これを見事16番キャッチしまして攻撃権更新になっております。広島大学ファースター、まずここはホットライン、クォーターバック7番の丸山から16番の大谷パスを通しまして攻撃権更新となっています。広島大学ファーストアンテン、ボールオン相手陣45ヤード、ここでオプションプレーを展開。第2枠1番ピッチを受けまして右オープンに展開、プレッシャーくる中相手ディフェンスに果敢に立ち向かいまして約5ヤードのゲインとしています。キャリア1番は本日好調なチームキャプテン吉村です。恵那高校出身4回生、広島大学セカンドダウン5、ボールオンは相手陣40ヤード、さあ同じく1番に今度はハンドオフしまして中央突破図りました。密集点オフェンスライン飛び越えるように密集点に入りまして約3ヤードゲインとしています。さあサーダウン2の状況、失礼しました、サーダウン3の状況になっています。島根大もディフェンスフロント奮闘しております。さあ食い止められるでしょうか。広島大学サーダウン3、ここをパスで突破しました。クォーターバック7番左に展開していた16番にパス、ピッチパスを16番キャッチしましてそのまま中央切り込んで攻撃権更新、広島大学ファースター。見事攻撃権更新果たしたのは16番の太田でした。立命館森山高校出身の4回生です。広島大学ファースターアンテン、中央行った、前が空いている、振り切るか、エンドゾーン行った、タッチダウン、ここをランプレーできました。第2ラック1番相手の乱れた一瞬の隙をつまして中央突破、そのまま一気にディフェンス振り切り、一気にエンドゾーンを陥れたタッチダウン。広島大学後半最初のシリーズ見事タッチダウンしまして6点獲得となっています。さあこのプレーでしかしイエローフラッグ反則が発生しております。どちらに反則があったかまもなく審判団からコールされます。ディフェンスにオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入していた反則ですが、しかしこれを取らずキック有効としまして広島大学1点追加し、広島大学21点、島根大学0点とスコア変わっております。しかしここで鮮やかなランを披露しましたのはやはりエース、そしてチームキャプテンである吉村でした。
見事密集点、相手ディフェンスを振り切りまして一気にエンドゾーンを陥れ、追加点となるタッチダウンを決めるに至っております。さあ、得点を得た広島大学のキックオフで試合再開となります。広島大学キックオフ、ギリギリのコフィンコーナーから一気に中央を切り返し、さらに相手ディフェンスの裏を突くように見事に右に展開しまして、自陣43ヤード付近を確保しております。さあ、この好位置を生かすことができるでしょうか。島根大学の攻撃に変わります。島根大学自陣43ヤードからファーストダウン10。さあ、まずオプションプレーから入りました。ここはクォーターバック自らキープを判断しましたが、広島は譲りません。ノーゲインでセカンドダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。さあ、レフリータイムアウトを取りまして試合再開となります。島根大学セカンドダウン10。3番そこからタックルながらセカンドに歩道で約5ヤードのゲインに変えています。失礼しました、約8ヤードのゲインに変えています。パスを通しましたクォーターバック2番は川口、厚生学院出身の1回生、3回取りましたのは3回生の天野です。三木高校出身2回生です。島根大学サーダウン2。
ここで一気にロングパスを投じました。クォーターバック2番奥に走り込んだレシーバー3番にパスを投じましたが、しかしわずかに3番キャッチできず、パス不成功でフォースダウンに変わります。島根大学フォースダウン2パントフォーメーションを取ります。このバントによりまして攻撃権は広島大学陣16ヤード付近からの攻撃に変わります。攻守変わりましてテイクオーバー、広島大学に攻撃に変わります。しかし変わりましたクォーターバック2番の川口、素晴らしいパフォーマンスを見せました。厚生学院、いわゆる関東の名門校である厚生学院出身ですが、大学高校時代のしかし経験は柔道部というふうに書いてあります。アメリカンフットボールそのものは経験がないということなんですが、素晴らしいパフォーマンスでした。さあ広島大攻撃がありまして、事前17ヤードからのファーストアンテ、インターセプト、ターンオーバー。ここで一気に広島大ロングパスを投じました。しかしここでディフェンス競り合いまして、見事インターセプトを果たしましたのは島根大86番。インターセプトに攻撃取り返しまして島根大に攻撃移ります。見事インターセプトしましたのは島根大学86番。残念ながらメンバー表の方にはありません。しかし素晴らしいパフォーマンスでした。ナイスインターセプトです。さあ攻撃を再び取り返した島根大学、相手陣44ヤードからのファーストアンテ、さあトスを受けて右オープンに展開した10番、そこから縦に切れ上がり約2ヤードのゲインに変えています。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクとなります。さあやや劣勢に立たされた感がありました島根大学ですが、素晴らしい攻撃を現在展開しています。また守備でも値千金のインターセプトありました。現在その得点差はしかし広島大がタッチダウンを後半最初に上げまして3タッチダウン差となっていますが、島根大学の投手衰えない現在攻守が披露されております。さあウォーターダイブ解けまして試合再開となります。島根大学相手陣42ヤードからのセカンドダウン8、これはナイスラー、広島大学が凄まじいチャージをかけこのプレーを粉砕しかけましたが、しかしランニング枠10番これを見事にかわしまして前進しております。ゲイン約4ヤード乗りましてサードダウンに変わります。島根大学サードダウン4、クォーターバックにはここで奥に走り込んだ3番にパス、ディフェンスカバーありました。しかし3番これを見事にかわしましてパスが実施、攻撃権更新です。島根大学ファースト
素晴らしいキャッチ決めましたのは3番の天野でした。三木高校出身2回生、それを投じたクォーターバック2番は川口、厚生学院出身の1回生です。さあこの一発でした、島根大学ファースター。ここでラインバック10番トスを受けて左オープン展開、相手タックルを弾き飛ばし見事攻撃権更新です。広島大学ファースター、今度は10番の村田が見せました。新田高校出身の3回生です。さあ島根大、相手陣6ヤードに入りましてファーストアンドゥーゴールに変わります。一気にいった、タッチダウン。ここで島根大学はランニング10番に託しました。トスをしまして左オープン展開し、そこから10番縦に切り上がり一気にエンドゾーン、そのまま駆け込んでタッチダウン。島根大学タッチダウンを上げまして6点返しております。そしてトライ4ポイントに入ります。ここでプレー乱れました。ホルダーへのスナップ乱れ、ホルダーがそこでプレーをなんとか展開してとパスを投じましたが、それを取ったのは広島大31番。ここから一気に2ターンし2点を取り返さんとしましたが、しかしそれは島根大阻止しました。結果的にトライ4ポイント失敗で6点止まりとなっております。しかしと、タッチダウンを上げまして島根大反撃となる得点を上げるに至りました。素晴らしい攻撃シリーズ展開し、10番がその最後見事にランでタッチダウンを上げる形に成功しております。島根大学タッチダウンを上げましたのは10番の村田でした。新田高校出身の3回生、見事な仕事を果たしました。さあ島根大学反撃ののろしを上げるキックオフに入ります。キッカーは3番の天野が務めます。三木高校出身の2回生です。さあ先ほどそのトライ4ポイントリターンを決めようとしました31番の辻村、そのままリターナーとして入っています。右サイドを展開を図りまして自陣30ヤード付近を確保しています。広島大学自陣32ヤードからファーストダウン10。そのままエンドゾーン落とし円という凄まじいランを見せました。一気に相手陣深い位置にある攻め上がってのビッグゲーム、広島大学ファースター。
見事に攻撃権更新を出したのはエースチームキャプテンの吉村でした。恵那高校出身の4回生です。広島大学ファーストアンドゴール。ここでホイッスル。イエローフラッグ反則が発生しています。広島大学ここで後半1回目のタイムアウトを取りました。イエローフラッグそのものは無効となっております。先ほどのプレーおそらくですが制限時間内にプレーが始められないというふうな状況に至っていました。ここでの反則を犯したくない広島大、ここで後半1回目のタイムアウトを行しました。さあ結果的には交代なく広島大攻撃継続です。ボールオンは相手陣10ヤードからファーストアンドゴールで試合再開です。判定はどうか。審判団により判定が割れている模様ですが、現在協議しております。タッチダウン成立となりました。先ほどのプレー、パスを取ってそのままレシーバーがエンドゾーンに走り込む際、そのボールを保持したままエンドゾーンに入ったか、その前にファンブルしたかの判定が割れました。最終的に協議の結果、ボールを保持したままエンドゾーンに入ったという判定によりタッチダウン成立です。6点獲得となりました。そしてトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加、広島大学28点、島根大学6点とスコアは変わっております。タッチダウンの判定に関してですが、ラグビーのようにエンドゾーン内にボールをつける必要はありません。ボールを保持したままエンドゾーンの空間内に入っているかが判定の基準です。この空間にわずかでもボールが触れた状態ではあればタッチダウンは成立ですが、その前にボールをファンブルした場合はボールを失った状態という形で判定されます。先ほどは非常にこれが微妙な状況でしたが、審判団協議の結果、これはタッチダウン成立という判定になりました。さあ得点を挙げた広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ島根大リターンに入る。リターンが10番タックルを受けながら中央を切り上がりまして自陣33ヤード付近確保し、ここからの攻撃に変えます。島根大学自陣33ヤードからのファーストアンテン。
先ほどのプレー、イエローフラッグが投じられております。クォーターバック2番、プレッシャーを受けながらしかしパスを投じましたが、このパスの補給者に問題があった模様です。無資格補給者のパス補給です。5ヤードの抜体となります。アメリカンフットボール攻撃チームはパスを取れる選手に制限があります。背番号50番から79番の選手は前パスをキャッチしてはいけません。先ほどのパスは66番、つまりパスの補給資格がない選手が取りました。オフェンスラインマンは基本的にこの番号をつけております。ただしこれは相手選手が触れる、あるいは味方のバックスが触れてからキャッチした場合は正当なキャッチになります。先ほどは誰にも触れずキャッチしたため反則と判定されました。5ヤード抜体しファーストダウンやり直しです。そして投げた、ナイスエイファースト。この一瞬の緩慢な状況をランニングバック一瞬で突き抜けました。10番ハンドオフから左オープン展開しまして見事攻撃更新です。島根大学ファースト、この流れを見事その足で断ち切りました。10番の村田、素晴らしいランです。新田高校出身の3回生。さあこれにより相手陣49ヤードに入っての島根大学ファーストアンテ。さあ再び10番、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。密集点に突入する果敢なランプレーでしたが、審判団のプレコールはオフェンス側にあったという判定をコールしています。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでいたという判定です。ボールを持っている選手チームは相手側の相手選手を掴んではいけません。反則は発生した時点から10ヤードの抜体を受けましてファーストダウンやり直しとなります。従いまして島根大学ファーストダウン18で試合再開です。これは広島大学ナイスディフェンス。今度はパスに見せかけたランプレー、ドローによりまして攻撃前進を図りました島根大ですが、これを広島大学ディフェンスライン陣が殺到し、57番がチャージをかけましてこのプレーを潰しておりセカンドダウンに変えております。見事に圧力をかけましたのは広島大学57番の中本でした。松山南高校出身3回生です。島根大学セカンドダウン18、今度はパスで横に振ります。右に展開していたレシーバー36番にヒッチパスを通し、36番そこから縦に切れ上がりまして約10ヤード近いゲインを奪っております。しかし交代大きくサードに変わっております。しかし前進しまして状況を変革させました島根大学36番は野本です。三田松雲館高校出身の3回生、アメリカンフットボール経験者です。パス不成功、
今度は縦に上がりましたレシーバーにパスを投じました。しかしこれはディフェンスのカバーよくパス不成功になっています。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。島根大学フォースダウン6フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブルに行きます。さあこのワンプレーで6ヤード突破なるでしょうか。パス不成功。ここで一気にタッチダウン狙いました。特にレシーバー走らせロングパスを投じ一気に得点アゲンと図りましたが、しかしこれは広島大31番パスカットしパス不成功に変えています。4回目の攻撃失敗ですので攻守変わりましてテイクオーバー広島大学に変わります。広島大学自陣44ヤードからのファーストアンテ。これは島根大学ナイスディフェンス。何枠1番にトスして右オープンつきました広島大学。しかしディフェンスフロント対応しましてこのランを阻止してセカンドダウンに変えます。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして広島大学ラクーンズ28点、島根大学ウォリアーズ6点、攻守方向入れ替え、これより最終クォーター第4クォーターに移ります。得点差は28対6という形で開いた格好になっておりますが、戦いは非常に白熱しております。島根大学の奮闘そして健闘も目立つシーン幾枠もありますが、現在の試合は広島大学が優位な格好で進めております。さあしかし島根大学もここで下がらずと奮闘しています。この最終クォーターでどのようなプレーを披露するでしょうか。さあ攻守方向入れ替えましてこれよりファイナルクォーター第4クォーターに移ります。広島大学セカンダンイレブン、パス不成功です。クォーターバック16番中央切り込んだ92番にパスを投じましたが、これは島根大ディフェンスでカバーしましてパス不成功、サーダンに変えます。広島大学サーダン11、パス不成功。ここで奥に走り込んだ0番81番をターゲットにしましたが、これもパスカバーありまして不成功となっています。フォースに変わります。
ここでホイッスル。広島大学、ここで後半2回目のタイムアウトを取りました。さあタイムアウトを取りました広島大学。ここは一旦状況を落ち着かせるために、取ったものと思われます。フォースダウンイレブンの状況、パントフォーメーションを取りました。28ヤード付近に飛びまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー、変わりまして島根大学に移ります。島根大学自陣28ヤードからファーストアンテン、パス不成功。ここでポストパターン走りました。36番にパスを投じましたが、36番これをディフェンスのカバーにキャッチできず、パス不成功、セカンドダウンに変わります。島根大学セカンドダウン10、パス不成功。今度は10番がターゲットでした。しかしこれもタイミング合わず不成功。サードダウンに変わります。さあサードダウン点、どのようなプレーを持ってくるでしょうか。中央に並んでいたキャリア10番ハンドオフから密集点を突き抜ける勢いで一気に突入いたしました。しかしわずかに攻撃権更新に至っておりません。フォースダウンに変わります。島根大学フォースダウン2、パントフォーメーションを取ります。大きく飛ばず相手陣入ったところで外へ出まして、この位置で投手交代テイクオーバーで広島大学に攻撃権変わります。広島大学相手陣47ヤードからのファーストアウト、
成功。クォーターバック16番右に展開した0番にパスを通しまして、攻撃権更新になったでしょうか、約9ヤードほどゲインとなっています。パスキャッチしましたのは0番の大島です。静岡聖光学院出身の1回生です。広島大学セカンドの残り1ヤード、によって攻撃権更新です。広島大学ファースト、この1ヤード確実にエース1番のランで攻撃権更新果たしました。広島大学ファーストダウンです。1番吉村、ここは確実に仕事を果たしました。東野大学ファーストダウン10、ボールオン相手陣32ヤード。タッチアップ。ここでパスによって見事タッチダウンを重ねる形に成功しました。広島大学クォーターバック16番プレーアクションから奥に走り込んだ21番にパス、21番これを見事にディフェンス振り切りノーマークでキャッチしまして、そのままエンドゾーンタッチアそしてキックも決まりまして1点追加、広島大学35点、島根大学6点とその差広がっております。見事なプレーアクションで私も釣られてしまいました。振り切りましたノーマークの状態で16番、その奥走り込んで同じくノーマークだった21番へのタッチダウンパスを通しまして、見事タッチダウンを重ねる形になっております。素晴らしいプレーアクションを決めましたのは16番の太田でした。立命館森山高校出身4回生、そしてこれを取りましたのは21番の湯気でした。佐賀西高校出身の3回生です。そのタッチダウンを上げた広島大学のキックオフで試合再開となります。さあ、島根大リターンに入る、スイッチした、ナイスリターン、ここで素晴らしいリターンを決めました。11番がキャッチしましたが、ここですかさず10番にスイッチ、これが相手の意表をつきまして、10番が一気にハーフウェイまで返しまして、この位置からの攻撃になります。さあ、島根大学自陣47ヤードからのファーストダウン10、さあまずランプレー、キャリア0番、トスを受けて右オープンへランプレー、そこから縦に切り上がりまして約6ヤードから7ヤードのゲインを果たしています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。
姉妹大学一人一人が素晴らしいタフなプレーをしております。しかし本当に全力プレーでしょう。選手全員には疲労とそして負傷の負担がかかってきているという状況はあります。しかし衰えておりません。その闘志衰えず未だ果敢に戦っております。姉妹大学セカンドダウン4、さあ中央へのプレー、しかしこれは広島が止めた。ここで密集点突破を図りまして、ダニー枠にボールを託しましたが、しかしここは広島大食い止めましてサードダウンに変えます。姉妹大学サードダウン3、さあ中央いった、しかしこれは広島で止めた。ここは14番にボールを託しまして中央突破図りました姉妹大。しかし広島大立ちはだかりまして、このラン阻止、フォースダウンに変えます。ここで島根大学が後半1回目のタイムアウトを行します。試合再開です。姉妹大学フォースダウン3で試合再開、パンプフォーメーションを取りました。このパントは広島大学陣15ヤード付近でとどまりまして、この位置でテイクオーバー、攻守変わりまして広島大に攻撃変わります。広島大学自陣16ヤード付近からのファーストダウン10、広島大学31番にボールを託し右オープン展開を図りましたが、ここに島根大学ディフェンスラインが殺到しまして、ラインバックが殺到しまして、このランを阻止しております。見事にタックルしましたが、島根大学55番のようです。55番の伊藤、倉吉東高校出身3回生です。パス成功。そこで広島大学がパスに切り替えました。クォーターバック16番、右に展開していた2番にパスを通しまして、約8ヤード近いゲインを奪っております。広島大学サードダウン4。パ
ス不成功。クォーターバック16番、ここでパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありまして不成功となっております。ここでウォーターブレイクに入ります。本日は電波状況が芳しくなく、しばしば駒落ちが発生している模様です。誠に申し訳なく思っております。後ほどこちらの方は編集し直しまして別投稿させていただく考えでおりますので、何卒ご了承よろしくお願いいたします。さあ、ウォーターブレイクときまして試合再開。広島大学フォースダウン4、パントフォーメーションを取ります。ここで蹴り、パンタが蹴りました。パントを絶妙の高さを誇りまして一気にエンドゾーン手前まで飛びました。その絶妙のバウンドはエンドゾーン1ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は姉妹台に変わりますが、姉妹台エンドゾーン手前のギリギリの位置でからの攻撃という形になります。さあ、自陣インチの状況からの姉妹大学ファースダウンの攻撃です。これを突破しました姉妹大学ファースダウン。非常に厳しい状況でした姉妹大。しかしクォーターバック2番スナップ受けで右にスプリンターと、そして右に同じく展開したレシーバー、これを見事にキャッチしまして、キャッチアンドランで攻撃権更新です。姉妹大学ファースダウン。ターゲットはおそらく36番だった模様です。見事なパフォーマンスを見せたのは2番の川口、クォーターバック厚生学園出身の1回生。取りましたのはワイドレシーバー36番の野本でした。3打松雲館高校出身の3回生です。ここでトラブル発生。クォーターバックランニバックにハンドオフをした際、ランニバックボールをジャッグルしました。確保しきれず何とか抑えましたが、結果的に倒された地点まで下がる格好になります。島根大学セカンドダウン14。ここで奥に走り込んだ3番へパスを投じました。競り合いながら3番なんとかそのボールに触れる形になりましたが、しかしこのパスを補給できずパス不成功となっています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。やはり島根大学この状況でもアメリカンフットボールを非常に見応えあるプレーを展開しております。見事というほかありません。島根大学サーダウン14。パ
ス不成功です。パス不成功の判定です。ここでスクリーンパスを展開しようとしました。手前にいるレシーバーにパスを通し、そこからブロッカーをつけてキャッチアンドランを図らんというところでしたが、しかしこれはディフェンスのパスカットにありまして不成功となっております。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。さあ島根大学パントフォーメーションを取る模様です。しかしこのパントシャンクしました。結果的に陣地は自陣10ヤードを超えた位置あたりでとどまる格好になりまして、ここで攻守交代となります。攻撃権変わりまして広島大学に攻撃移ります。広島大学相手陣12ヤードからファーストアンテン。1番トスを受けまして左のオープンへスリープレー、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ブラインドサイドブロック、背後からの不正なブロックがありました。ボールを持っているチームは相手を背後からヒットしてはいけません。10ヤード抜体しファーストダウンやり直しとなります。なおボールキャリアに関してはこの制約はありません。ボールを持っていない選手に対してのヒットです。広島大学ファーストダウン20。パス不成功。クォーターバック16番プレッシャーをかわして右にスプリントアウト、そしてそこから92番にパスを投じましたが、92番これをキャッチできずパス不成功に終わっております。広島大学セカンドダウン20。パス不成功。今度は97番に向けてのパスでした。しかしこれもディフェンスのカバーありまして不成功となっています。サードダウンに変わります。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。レフェリータイムアウトを続けまして試合再開となります。広島大学サードダウン20。
ス不成功。ここでスクリーンパスを実施しました。何わく1番にキャッチアンドラン図らせようとしましたが、パスがわずかに乱れまして不成功、フォースダウンに変わります。さあ広島大学はフォースダウン20の状況ですが、どのようなプレーを行使するでしょうか。フォーメーションを変える模様です。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは41ヤードのフィールドゴールに挑戦。キック成功、フィールドゴール成功です。非常に厳しい距離のフィールドゴールでした。しかし見事にこのフィールドゴール決めまして、3点追加しまして広島大学38点、島根大学6点とそのリードを広げる形に成功しております。さあ着々と勝利の条件を揃えてきております。広島大学キックオフいたします。島根大学非常に厳しい状況ですが、しかし残り22分49秒の攻撃に期待したいところです。さあ島根大学ターンに入る。ナイスリターン。ここで島根大も見せた。リターナー11番、一旦ジャッグルはしましたが、そこから素晴らしいルートを取りまして中央を駆け抜け、そのまま右サイドラインを獲得走。一気に相手陣8ヤード付近まで攻め上がりまして、この位置からの攻撃を得ました。しかしそのリターンによりまして負傷した模様です。現在レフリータイムアウトが入っております。見事なリターン、そしてここまでのプレーを決めておりました11番は、本来の初期登録12番の選手のようです。秋山加古川西高校出身の1回生です。これは驚きました。素晴らしいパフォーマンス、この選手を見せております。さあこれを生かせるか、ファーストアンドゴールに入ります。さあまず10番に託しました。右オープンへランプへ。しかし密集点ディフェンス集まりよく、ゲインはほとんどありません。セカンドダウンに変わります。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。
さあレフリータイムアウト解けまして、しかしここでホイッスルが鳴っています。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。試合時間残り2分となりました。2ミニッツウォーニングです。結果的には島根大はここで一つタイムアウトをうまくチョイスできた格好になっています。さあ仕切り直した形で果たしてどのようなプレーが行使されるか非常に注目といったところです。また島根大はタイムアウトがまだ2つ残っています。この意味でもまだ得点が上げられるチャンスがある、そのようなシリーズと状況になっています。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。島根大セカンドアンドゥーボール。さあ中央いった、ランディバックを中央に飛び込ませ突破を図ります。しかしここは広島大立ちはだかり、ゲイン1ヤードほどに留めています。島根大サードダウンに変わります。中でプレーは止まっているため時計は回っております。島根大サードダウン残り9ヤード。しかしここは広島大食い止める。ここではホイッスル。島根大ここで後半2回のタイムアウトを使います。島根大フォースダウン残り4ヤードの状況、攻撃権は1回です。しかしこの4ヤード突破すれば得点が上げれます。タッチダウンを狙うためのフォーメーションを組みました。フォースダウン2ゴール残り4ヤード、ギャンブル。さあこのランどうか、タッチダウン。見事この状況中央突破しましたタッチダウン。10番見事に期待に応えまして、ここで一つ石のタッチダウンを返しました。さあまず1本返してトライフォーポイントに入ります。このトライフを見事決めました。1点追加、島根大学13点、広島大学38点とスコア変わっております。文字通り最後の1回というべきフォースダウンギャンブル、この4ヤード見事に10番タッチダウン決めまして7点を獲得するに至っております。見事期待に応えましたのは10番の村田でした。新田高校出身3回生です。さあ島根大学のキックオフで試合再開となります。攻撃権を継続するためにはここでこのキックオフで自分たちがボールを確保する必要があります。さあ広島大学はその短いキックを蹴るのではないかという判断から最前列に選手を集めてまいりました。
さあ意表をついてオフワークやったが広島大大きなリターンしている。リターンは31番。まるでその状況を逆らうように一気に相手陣入ったところまでリターンしまして、この位置から広島大の攻撃に変えます。実に鮮やかなリターン決めましたのは広島大学31番の辻村でした。虎姫高校出身の2回生です。高校時代はサッカーを経験していたということですが、虎姫高校はかつては現在もございますが、滋賀県北の方では非常に有名なアメリカンフットボールの強豪校でした。関西大会でも何度も決勝に進んでおります。部員が少なくなり現在は単独活動が難しくなっておりますが、しかし北陸においてアメリカンフットボールでは名だたる名門校の一角でもあります。広島大学相手陣43ヤードからのファーストアウト。この状況ランニングバックが一番ハンドオフを受けまして、その一気に中央突破、その相手ディフェンス振り切りましてエンドゾーン落としでタッチダウン。このキックを決めまして1点追加、広島大学ラプーズ45点、島根大学13点とスコア変わっております。まさにこの勝利をさらに決定づけんと、そして ここから先へ進みます決勝にそののろしを上げるかのような素晴らしいランを決めました。1番の吉村でした。恵那高校出身4回生です。さあしかし試合は続きます。広島大学のキックオフで試合再開となります。リターンに入る。さあ今度はスイッチをフェイクして右奥に展開を図りました。11番スピードによって相手をマクランとしましたが、しかしこれは広島許しません。島根大学を自陣20ヤード付近に封じ込めましたが、しかし島根大この位置からの攻撃に入ります。島根大学自陣21ヤードからのファーストアウト。ここでホイッスル。島根大ここで後半最後のタイムアウトを行使しました。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。島根大学ファーストダウンテン。2ダウン時計を回します。島根大学ここで自らの
試合を終わらせる判断をいたしました。刻一刻時計は進んでいっております。しかしこの判断も潔しとさせていただきたいと思います。それを総称していい素晴らしい戦いぶりを島根大に見せました。ここで試合時間が与えられました。試合終了となりまして、広島大学45点、島根大学13点で広島大学決勝進出となりました。この結果、広島大学が決勝へ進みます。両チーム双方を称え合っております。素晴らしい戦いを演じました。敗れました姉妹大、素晴らしい戦いでした。得点では言い表せない素晴らしいプレーが散見する見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。広島大学、下馬評通りの見事な戦いぶりで完勝しまして決勝進出果たしました。今季こその思いが募ります。非常に卓越したフットボールを見せております広島大学ラクーンズ。さあ、いよいよ決勝への進出となります。その対戦相手は現在2連覇中の山口大学です。さあ、この両雄の一戦、果たしてどちらが勝利するか好みなのでしょう。この結果、10月20日に行われます中四国学生アメリカンフットボールの決勝は広島大学ラクーンズ対山口大学ギャンブラスという両ブロック1位同士の対戦となります。今季新構成となりましたそのカードにふさわしい、まさに堂々たる1位対決という形になりました。さあ、これを制し中四国の代表として甲子園ボールトーナメントに進み出るのは果たしてどちらとなるか。そして悲願になります中四国勢の甲子園ボールトーナメント初勝利を果たす形になるのはどのチームとなるのでしょう。その戦いぶりをこれから注目していきたいと思います。この10月20日に行われます試合も私の方で撮影させていただく形になりました。協会の方々のご厚情大変感謝申し上げます。またその後に控えます X2 の試合、広島ホークス対岡山スタンディングベアーズの一戦もお送りさせていただきます。これら含めまして中四国で行われますアメリカンフットボール、ぜひご注目いただきたいと思います。ただ残念ながら10月12日に予定されております、本日負けましたチームおよび3位以降によります順位決定戦は、私の方の事情がありまして向かうことができません。誠に申し訳なく思います。こちらの方は中四国アメリカンフットボールの公式で配信されております YouTube ライブございますので、そちらの方で配信されると聞いております。ぜひこちらをご注目いただき、彼らの最後の熱闘をご覧いただきたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る凶暴たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。
かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは高校大学で名を轟かせたスタープレーヤーを持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだつわものかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語は、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあ果たしてこの試合はその物語の何ページ目であったでしょうか。その続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は中四国アメリカンフットボール協会の許可を得て実現いたしました。またこの配信に向かいます費用等を X2XEWEST の合同企画によって工面いただきました X3 型たちの戦いよりも非常にありがたく感謝申し上げます。その配信を本日実施させていただきましたのは私道楽やり者でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。